石井拓郎、1970年8月25日体は、栃木県佐野市出身の元プロ野球選手、コーチ。2022年からは横浜 DNA ベイスターズの一軍野手総合コーチを務める。小学校3年生の秋から野球を始め、クラス分集に、巨人に、ドラフト1位で入りたい、と記す。プロへ進むには、 競合校に入って、甲子園に出場することが、近道と考え、栃木県立足利工業高等学校に進学。一年次から、背番号一を背負い、二年次に、夏の甲子園に投手として出場した。高校二年次佐野日本大学高等学校の投手を見に来ていた、スカウトの植尻涼が、練習試合の相手投手であった、石井の投球を見て、 玉の切れと速さに惚れ込んだ。高校3年時のドラフト会議では、東洋大学への進学が決まっていたためどの、球団からも指名されなかったが、半ば強引な形で1988年オフ、ドラフト外で、横浜太陽ホエールズに入団。1989年4月13日、広島東洋カープ戦で一軍初登板。同年10月10日のヤクルトスワローズ戦で、 初先発初勝利を挙げる。首脳陣からは、桑田二世などと評価され、投手として将来を職望されたが、二軍では高騰するものの一軍で結果を残せず、また本人も、篠塚和則に憧れるなど、プロ入り当初から、野手志望であり、三年目のオフに、須藤豊監督に、野手転向を申し出る。もともと須藤も、石井を野手として評価しており、 投手不足という事情さえなければ、最初から野手転向させたい意向を持っていた。しかしこの時に、石井は、もう限界ですと発言。その言葉が気に入らなかった須藤に、何が限界だ、その程度で限界なら、もう野球をやめろ。と一度は拒絶されたものの最終的には認められた。1992年から内野手として登録され、同時に登録名を。 本名の石井忠則から石井拓郎に変更。シーズン後半には野手転校1年目にして清水義師から三塁手の定位置を奪った。1993年、チーム名が横浜ベイスターズに変更されたのを機に背番号を0に変更。当初は、新藤達也という劇手のポジションを争っていたが、 やがて遊撃は振動に固定され、自身は三塁を守っていた、高木豊を一塁に追いやる形で、二番、三塁手、として、レギュラーを獲得し、初めて規定打席に到達。また、数字合いながら、中堅手としても出場した。盗塁王とゴールデングラブ賞三塁手部門のタイトルを獲得した。ゴールデングラブ賞は、以後、1995年まで3年連続で、 受賞することとなる。1994年には、背番号を5に変更。主に2番打者として出場し、フル出場を果たす。1995年は、日替わりで1、2番を打ち、初の打率3割を記録した。同年のオールスターゲームに初出場。1996年、新監督に就任した、大谷明彦の意向により、 遊撃手に転向した。慣れない守備に意識を奪われたためか前年より打撃成績を落とすも、中盤より一番打者に定着。タイトルこそ獲得できなかったが生涯唯一の40、盗塁超えを記録した。1997年は二番打者、春年との一、二番コンビが定着。二度目のオールスター出場を果たし、 この年以降オールスターには5年連続して出場することになった。自身2度目の打率3割を記録し、初めてベストナインを遊撃手部門で獲得する。1998年選手会長に就任。マシンガン打線の一番打者としてチーム38年ぶりのリーグ優勝、日本一に貢献した。初の最短打と2度目の盗塁王のタイトルを、 獲得し、遊劇手としては、自身初めてとなる、通算では4度目のゴールデングラブ賞を受賞。同年の日本シリーズでは、優秀選手に選ばれた。103得点を記録し、松井秀樹と並んで、球団創設以来初となる、最多得点を獲得する。1999年には、通算1000本安打、1000試合達成、200盗塁達成。 このうち7月15日の阪神タイガース戦で記録した1 0本安打は勝利投手の経験がある選手として史上10人目の記録であった。ロバート・ローズが1試合10打点を記録した7月22日のヤクルト戦で1試合最多得点のセントラルリーグ新記録となる6得点を記録。自身初の1試合2本塁打も記録した。2000年は投塁王を獲得した。 2001年には2度目の最多安打を記録するなど安定した成績を残し遊撃手として1997年から5年連続でベストナインを受賞した2002年は140試合に出場したものの打率は8年ぶりに2割8分を下回った2003年は1992年以来の100安打未達を記録打率231は 野手転校後では最悪の数字となった。スターティングメンバーから外された際には、野手転校時のようにゼロからやり直すつもりで、自ら二軍落ちを志願した。2004年は2001年と同じ打率、295の成績を残し、三度目の二桁本塁打も達成するなど復活を果たした。2005年は全146試合に一番ショートで、 スタメン起用されフルイニング出場を果たすものの、打率は、255に落ち込むなど、再び低迷した。2006年5月11日、楽天戦の1回裏第一打席で、愛嬌正治から中前打を放ち、史上34人目の2000本安打を達成した。栃木県出身では、初の迷宮会入りを果たす。横浜球団では、松原誠。 小田徳博以来3人目の2000本安打達成で、投手として、勝ち星を挙げた選手としては、川上哲二以来史上2人目。後に、川上は、私の場合は、プロ早々期なので、石井くんの一勝は10勝に匹敵すると、コメントしている。太陽時代の恩師、須藤豊は、篠塚を目標としていたが、これからは、 自分が目標とされるようにという祝福の言葉を送った。本人は残り39本でスタートしたがこんなに苦しい思いをするとは思わなかった安堵感で一杯と泣きながら語っている。ドラフト外での入団選手としては秋山浩二以来二人目であり、現在ではドラフト外入団選手で最多安打記録保持者となっている。その後、 8月12日のヤクルト戦で、石川正則からアンダを放ち、松原誠の持つ、球団アンダー記録2081本を塗り替えた。この年は打順こそ2番、3番打者として起用された、試合もあったが、2年連続で、全146試合フルイニングに出場。最終的には、自己最多タイの174アンダを放ち、打率も2割8部台に乗せるなど、 再び復調を果たした。2007年は全面オフに膝を手術したこともあり、この年監督に復帰した、大谷明彦は石井を無理せず休ませると公言。4月1日の巨人戦の6回の守備で、石川雄陽と交代し、連続フルイニング出場記録が、当時の現役選手では、金本智明に続く2位の339試合で、途切れた。また、 巨人から移籍した西俊久が一番打者に入ったことで、石井は二番打者を打つことが多くなる。9月5日、阪神戦の第一打席で支球を受け、右手首を骨折。9月中に、戦列復帰を果たすが、安打数は99安打に止まり、4年連続、通算14度目のシーズン100安打達成は、ならなかった。 2008年は開幕戦から再び一番打者で起用されたが、成績がかんばしくなかったため5月頃からは7番から9番打者で起用されることが多くなった。同年夏に開催された北京オリンピックの野球日本代表にチームの肖像類種だった村田修一が選出。村田がいない間、若手の石川雄洋が三類種に定着したが、最下位を独走する。 チーム状況を鑑みた、大谷監督の若手起用の方針もあり、村田復帰後も、石川は遊撃手にコンバートされ、石井はスタメンでの出場が激減した。そして同年シーズン終了間近に球団から引退勧告を受ける。石井は勧告を拒否し、現役続行を希望して球団に自由契約を申し出た。国内外を問わず移籍先を探していたが、 11月12日、広島が石井獲得を発表した。2008年11月29日、自費で横浜スタジアムを借り切り、ファンへの感謝を表すイベントを開催した。主催者発表によると、ファン3500人が参加し、オークションではユニフォームが20万円以上の値で落札された。石井はこれを区切りにして、 広島で優勝できるよう頑張りたいとコメントした。2009年は開幕一軍でスタート。本職の遊撃手の他に守備固めでの三類主起用もされる。横浜時代の応援歌が親しみやすく人気があったため、横浜応援団の計らいもあり、カープへの移籍後も広島応援団が引き続き使用した。 7月4日の横浜戦にて、横浜スタジアムで、通算100本塁打達成。2202試合目での達成は、出場試合数で、史上最値の記録であった。移籍後の横浜スタジアムでの試合では、石井が、打席に立つ際に横浜ファンも応援に参加し、球場全体から大声援が送られるという光景が、見られ、105本塁打達成時は、 両スタンドから賞賛の拍手と歓声が送られた。7月17日の横浜戦では、吉田義雄を抜き、日本歴代最多となる遊撃手としての通算1731試合出場を達成。シーズン前半は、そよぎ栄心、後半は、小久保哲也と併用され出場試合数と、打撃成績は前年を下回ったが、1年を通して1軍でプレーした。 広島選手時代2010年も年間を通して1、軍に定着。スタメン出場は少ないものの打率は3割を超えた。この年の契約公開では200万円アップの年俸を2700万円で契約し、広島移籍後は2年連続で年俸アップを勝ち取った。2011年シーズンオフに右膝のクリーニング手術を受ける。 2012年から一軍屋コーチ兼任となって6月まで、ライダーを中心に試合に出場。同年7月9日に選手登録を抹消され、コーチ専任となって一軍に帯同していたが、8月27日記者会見を開き、2012年シーズン限りでの現役引退を表明した。 同年シーズン本拠地最終戦の9月30日の大阪神戦引退試合として一番遊撃手で先発出場。現役最後の安打を含む2安打を放つ。その後も一軍登録は抹消されずに10月7日の対ヤクルト戦では9回に代打で出場。翌10月8日。 シーズン最終戦となった古巣の対横浜 DNA ベイスターズ戦では試合前に引退セレモニーが行われ、かつてのチームメイトの三浦大輔と金城達彦から花束を受け取り、両チームのファンによる応援歌の合唱が行われた。試合では一番遊撃手として先発フル出場し、現役最終打席はセンターフライとなった。なお、 石井の引退により、ドラフト外で入団した選手が全員引退した。2013年シーズンより、広島の一軍内野守備、走塁コーチに就任し、2012年秋季キャンプから指導を開始。2年間一類ベースコーチを務めた。2015年シーズンは三類ベースコーチを担当した。 2016年シーズンより一軍打撃コーチとなり、広島のリーグ優勝に貢献。2017年シーズン終了をもって、広島を退団した。2018年シーズンより、東京ヤクルトの一軍打撃コーチを務める。同年から青木のリチカが7年ぶりに復帰、春季キャンプ前から、とにかく得点にこだわりたいと話し前年は、チーム打率は前年は、リーグワーストの、 234だったが2018年は同トップの266総得点は658も前年よりも200点近い上積みに成功した2019年は高卒2年目の村上宗隆を一軍に定着させるなど尽力したがチーム打率が244とリーグワーストに低迷し再開逆戻りの一員になった 同年9月29日に契約満了に伴い、対談が発表された。2019年10月29日、読売ジャイアンツの一軍野手総合コーチ就任が発表された。2021年10月5日、三軍野手コーチに配置転換された。石井からコーチ退任を申し入れ、11月2日に対談することが発表された。同年11月13日、 フルスである横浜 DNA ベイスターズのコーチに就任することが発表された。役職は一軍野手総合コーチで、背番号は75。憧れの選手は、篠塚和則。通算2432安打は、日本人、プロ野球選手の通算安打数で、歴代11位の記録である。横浜球団史上最多の2306安打を放っている。 三塁手としてはサンドゴールデングラブ賞を受賞し、遊撃手としても一度受賞している。早球までの速さと安定感は12球団1と評されたこともある。引退時は遊撃手での日本プロ野球史上最多試合出場記録を持っていた。通算358盗塁を記録しており、4度、盗類王を獲得している。愛称は、ク・ハ浜の切り込み隊長。 一言こじで、監督、コーチやチームの方針に納得がいかないと臆すること、なく意見することが多かった。また、退場処分は一度もないものの、審判の判定に対して、激高するシーンも多く見られた。登録名の卓郎は、野手に転校する際、体制する自覚の名前として、高校時代の先輩のアドバイスから付けられたもの。1997年には、 同性の石井義人がベースターズに入団してきたため、セネーム表記が DEC、報道やスコアボードでの表記も石井拓に変更され、球場アナウンスもフルネームで故障されるようになった。2002年に横浜に在籍した石井博士郎が同年限りで引退、2003年には石井義人も移籍したため、報道などでは石井表記に戻ったが、 その他の表記等は以前のままとしており、これは広島移籍後も続いた。ヒット1本につき1万円を積み立て、シーズン後に福祉関連先に寄付したり、横浜市内の子供医療センターに絵本を毎月寄贈したり、横浜スタジアムの石板黒おシートを市社会福祉協議会へ寄付したりするなど、チャリティー活動にも積極的であった。また、 道具を大切に扱うことで有名であり、水野とアドバイザリー契約を結んでいた。2008年3月9日付、朝日新聞に出身地である栃木県佐野市の佐野商用高校の生徒が芋フライを使って町おこしに取り組んでるとの記事が紹介された。これに石井本人も一役買おうと意気込み、球団に働きかけた結果、 横浜スタジアム内レストランにて5月14日より販売が実現した。シーズン終了後にこの芋フライの売上金の一部が佐野市に寄付された。広島に移籍後の2009年にもマズダズーム、ズームスタジアムの売店にて石井拓郎プロデュースとして販売され人気を博した。1996年にアイドル歌手の瀬野あずさと結婚したが2000年に離婚。 2001年8月にフジテレビアナウンサーであった、荒瀬しおりと再婚し、2002年7月に、長女2005年8月に、次女2013年7月に長男が誕生した。前妻瀬ノとの間に子供はいない。広島での選手生活は、ホテル、選手寮などでの単身赴任状態であった。次女の石井さやかは、テニスプレイヤー。 長女の石井春香もテニス経験者である。ありがとうございます。